第一発見者の少年だ。泉真一、脳は生き残っていて、寄生生物もちゃんと同居している。貴重なサンプルと言えるだろう。時に田村さん、子供はどうなったね？ごく普通に生きている。どうしたのかしらね。おむつも変えたのに。よしよし。黙れ。また明日お願いします。はい。失礼します。何か実験するにしても、もう少し育てる必要があるな。わかりました。引き続き調査をお願いします。泉真一だな。